はじめまして、レジンクラフトの体験のお店をしています。こんな感じです。ケチャップ作品をまだそんなにうまくないんですけど、本とか YouTube を見ながら練習して、お客様はほとんど初めてレジンを触る人ばっかりなので、簡単な初級のですねレジン作品を体験してもらってます。なので私も作品を作ったらアップしていくのでよろしくお願いします。なんかね、パーツを揃えすぎちゃいました。お客さんみんな作るとき迷ってますね。今回は色を、レジンの色をつけるものを作りたいと思います。今まではお客様はまだ初めてレジンを触る方ばっかりだったので、特に色はつけず、レジンにラメを混ぜたりとか、こういうのかな、していました。レジンに今度は色を混ぜるように素材を用意したいと思います。ダイソーさんのパステル、星のしずくさんの液体のでもいいんですけども、ちょっとコスト的に考えてこっちですね、用意してみました。いろんなやり方を見てたんですけども、とりあえずカッターで削るか、ダイソーさんのですね、デザインナイフ、茶こしの方がいい、いろいろアドバイスがあったんですけど、ちょっと茶こし一回ずつ洗うの大変なので、ちょっとカッターで試したいと思います。初めて私これ触ります。じゃあまず以前と同じで折り紙でいきます。前回間違えてオイルパステルを買ってしまって、とんでもないことになりました。あ、どっちにしようかな。じゃあ基本色の方、基本でいきます。みんな綺麗にやってるんですよね。おお、チョーク。青がいいな。じゃあこれはね、まず前回と一緒、茶こしでいきます。あ、すごい。オイルパステルの時はもう硬くて、すごい力入れたんですけど、すごい簡単にいっぱい出てきた。飛び散らない。すごい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 、これが楽。しかも細かい粉ができます。あ、しかも茶こしにつかないですね。これ立て続けに使えるじゃないですか。全然つかない。ティッシュで拭けば大丈夫かな。一瞬です。一瞬でこんなにできちゃいました。早いな。すごい、本当に粉です。感動。前回のねオイルパステルでかなり苦労したので、よいしょ。じゃあこれに入れます。この入れ物はね、キャンドゥさんで買いました。あー、すごい砂です。
本当に着色剤って感じ。できました。これならお客様も簡単にレジンに色がつけれますね。カッターいらなかったな、買っちゃったんだよね。ちょっと立て付けもう一色やりたい。じゃあちょっとピンク。でも立て付けにやっても全然茶こしも折り紙も綺麗。あった方がいいのかな。いや、いきまーす。あ、すごいすごいすごい。すぐ出てくる。何オイルパステルって本当に何で間違えて買ったんだろう。あ、すごいすごい。もう粉粉粉。細かい。あ、すごい綺麗。こっちが当たりちゃったのか。また使えますね、これ。あ、すごい綺麗よ。キャンドゥさんのやつ、ダイソーさんで探したんですけど、縦長のしかなくて、2段目を開けるときに1段目一緒に開けなきゃいけなくて、ちょっと個人で使う分にはいいんですけどね、ちょっとお客さんに色を選んでもらうには1色ずつ入れたかったので、こんなでちょっとね、全部で18色あって全部作りたいんですけど、ちょっとこれレジンでやるとどうなるのか見たいんですよ。前回オイルパステルで作ったのがこれです。ちょっと本当にね、見にくいかもしれないんですけど、裏ザラザラで技法もすごくて、これ一応その上レジンで加工したんですけど、よく見ると分離してるんですよね。ちょっとね、近くで見たら最悪ですね。なんとか可愛くしようと努力はしたんですけど無理でした。はい、失敗作ということで、パステルを頑張って買いに行ってきたんです、さっき。この本当のパステルで作ったレジンを見たい。手の色が落ちない。今日は、このシリコンも買ってきた。これダイソーさんみんな使ってらっしゃるやつ。新品で綺麗だからちょっとこのままいっちゃいます。で、いつもはね、お客様の時はレジンは他の使ってるんですけど、私初めて100均のレジンを買ってみました。100円ショップのレジン初めて使います。ダイソーさんの速乾ハード。違うよね。これ色さ作るんじゃん。そのまま入れてもいいのかな。ちょっとね、先に色の、あ、そっか、色の濃さをね、
確認したいから先に色作っちゃいます。いきなり流し込もうとしちゃった。じゃあ青からいきます。今までちょっと自分の作品は星のしずくさん使ったりしてたんですけど、あれも結構ね濃くなっちゃったりとか液体で、まあ、調整すればいいんですけどね、なんか粉の方がね結局調整がしやすい。おお、綺麗に混ざりますね。海の色だ。ちょっと濃いか。いい色ですね。これきっとあれだよね。レジンが少ないと硬化しにくいか。もうちょっと入れた。いいんじゃないですかね。じゃあ次赤、ピンク。混ぜやすいです。すごい綺麗に混ざる。いやもうこれはね素敵。プチプラでこんな綺麗に色ができる。ちょっとこっちもレジンちょっと刺して、やばい、超綺麗ですよ。あ、発色綺麗です。ちょっと入れてみます。出した、あ、かわいい。今日はね、ただちょっと混ぜたい色を素材を作って用意したいのと、レジンに入れて固めたらどうなるのかというのを見たいだけだったので、デザイン特にないんですよ。もったいないな。何か作りたいね。でもそれは今度のお楽しみにしよう。よしよし、入れ終わりました。綺麗でしょ。じゃあ硬化します。はい、硬化が終わりました。綺麗、飴みたい。簡単に切れちゃった。うん、綺麗です。こんな感じで、かわいい飴みたいですね。こっちが表はね、もっとツルツルしたければレジンをハケで塗って硬化したらもっと綺麗になると思います。とりあえず成功でした。で、さっきね、一応これを使っている方もいたので、
カッター、ちょっとあんまり私は刃物とか慣れてないんですけど、あ、包丁以外ね、工作が苦手なんでちょっとこれもね試してみようかと思って、ちょっと手つきが危なかったらごめんなさいね。じゃあね、黄色いきます。茶こしは最高でしたよ。綺麗だし楽、早い。じゃあ削ります。あー、これもいいかも。いいんだけど、多分もう何か作品を作ろうと思ってて、色も決まってて、でちょびっと使いたい時に個人でね、ちょっとレジンの上にこうやって、あ、これぐらい使おう、じゃあ次はこの色混ぜてみようとか、ちょちょちょってやるにはいいかもしれない。ちょっと私みたいに今素材をたくさん作ろうとしているにはちょっと時間かかるわ。いやでもね、綺麗だと思う。こんななんですけどね、特に荒くはない、荒くはないな、荒くはないけど、ちょびっと使いの人ですね、これ。ということで、茶こし登場。ちょっと気に。はい。茶こしだとね、さらに細かい目で、しかも早い。楽。楽だよ、茶こし。しかもね、カッターよりもね、あ、カッターのちょっと、わー、見分けつけれるようにしてればよかった。カッターよりもね、かなりね、細かい粉ができます。しかも、時短で。作り置きを作っておくなら、茶こしかな。作品を、個人で作る人でちょこちょこつくパステルを色調整をしていくなら、カッターでちょこちょこしてもいいのかもしれない。おー、一瞬で、あのね、カッターのね5倍ぐらいできたわ。しかもね、粉がやっぱ細かい、茶こしの方が。これも取っとこう。ここのお店ね、海のそばなんで、結構お客さんは海のデザインをする人が多くて、海のパーツをいっぱい揃えてあるんですけど、ちょっと今までに青色だけはなんとかいろいろ使ってやってみてたんですけど、よいしょ、これでお客様も初心者の方、初めてレジンを使う、触るって人でも簡単に色付きのレジンで作品が作れるようになると思います。まあもっと早く用意しとけばよかったんですけどね、私も初心者だったので。でさっきね、白と硬化中に緑と、でさっきの赤と青、今ここまで作りました。あと残り13色と、あとはこっちなんだろうね、蛍光色ってやつで、今基本色、こっちの蛍光色って方も作ります。頑張ります。じゃあ、こんな感じでした。
作り置きをするなら茶こしがおすすめです。見ていただいてありがとうございました。またねー。